この感情はね、なるべく現れないように占うけれど、まあ、順番に占おう。ズバリ、クミンにとってこれは吉なのか凶なのか。淡々と占うよ。自分の気持ちは入らないようにしてるから大丈夫。はい。世田谷区民にとって吉なんでしょうか、凶なんでしょうか。いいの悪いの？ああ、でもいいって出たよ。マジシャンだから、いいことはいいって出た。これはね、作り出すとか、作り出す。なんか作り出すっていうのが出た。対処方法。ああ、冷静になりなさいって出てます。ああ、まあ私ね、今怒り狂ってるからね。冷静になりなさい、もっと、なんか、って言われちゃいました。怒られちゃいました、タロットさんに。タロットさんの方が冷静なんだね。はい。まあ一応、吉って出たよ。吉。マジじゃん。じゃあ、この検査を、なんか冷静に見ると、実験としては面白いみたいに言ってる先生とかもなんかね、ツイートで見たりして、実験台なのか。国にとって吉なのか凶なのか、みたいな。国レベルで見ると、どうなの？はい。国レベルで見ると、吉でしょうか、凶でしょうか。太陽、あ、いいんだ。国レベルで見ると、多分ね、壮大な実験結果として、ね、いいんだろうね、多分。なんか結果が出るみたいな。吉。待ってよ。なんか、こんなに怒り狂ってんの私だけなの？なんか 不安になってきた。他のお母さんたちいいのかな？別に保育園。亡くなっても、私保育園ちょっと亡くなると本当絶望しかないんだけど、どうなんだろうね。正確に検査できるの？じゃあ。本当に正確な検査結果出せるの？はい。自分で脱ぐって郵送して、多分ね、4人だか10人だか一斉にまとめるらしいんですよ、最初。検体を。それで1回目の検査して、そこで陽性が出たら、それぞれやるとか言ってるらしいんですけど、本当に正確な検査できるの？まあ、できないだろうな。女教皇の逆。知性に欠けている。知的業務に向いてないみたいなね。どうしたらいいかな。星なんだ。注意点として見たら、なんか絶望に変わらないようにね、みたいな感じは出てます。これはね、できないかな。女教皇。これ正確に検査できないっていうことが、もしかして基地なの？ どうなんだろうね。正確に検査できない。なんか陽性者、鼻のこんな、すぐ入り口のとこさ、自分でちょちょいってやったぐらいでしょ。多分取れないんだよ。それで陽性者がめっちゃ少なく出るのかもしれない。それで基地、そんなことある？で、国にとって基地はね、多分ね、これは、なんか世田谷区という、もう何十万、90万人？もうすぐ100万人みたいな、でかい区なんですけど、それを使った壮大な実験みたいなね。それとし、そういうのとして多分ね、いい。みたいな感じかな。じゃあ、総合的に、この PCR 検査、2万人の検査、これによって、日本はどうなる？世田谷区はどうなるって本当は聞きたいけど、それだとね、結果聞きたい人が少なくなるかなと思って、この壮大な検査実験によって、日本はどうなる？はい。ズバッと出ました。検査すると節制なので、なんか、いろんな流れがわかるようになるみたいなのは出たかな。だけど、初めて結構すぐに運命の輪の逆なので、アンラッキーとかなんかタイミングが合わないとか、なんかあんまり良くなさそう。で、この検査をやることの立場が正義。人の手の入った厳しい判断。これ立場って誰だろうね。日本の立場。なんか、そうね。こういう実験とか、こういう厳しい、人の手の入った厳しいことをしないと、正しいことはわかんないよ、みたいなことかな。で、ここからがあんまり良くないんだ。環境。この検査をやることによって、日本の環境は、フールの逆なので、こう無知とか無計画なんですね。環境、まあ、これをやる、
やること自体は、やっぱりあんまり考えてないとか、無知、無計画みたいなのが出ました。で、可能性に関して世界の逆が出たんです。なので、未完に終わる、未達成とか、なんか中途半端に終わっちゃうとか、そういう感じは出ています。どうなんだろう、最終的に2ヶ月もやらないとか、結局なんかよくわかんないまま終わっちゃうとか、ごちゃごちゃごちゃって。で、最終結論が、鳳凰の逆なので、これはね、なんか、やってもやっても進まない仕事とか、誰も協力者がいないとか、オリンピックやるって言った時に1回目に出たんだね、鳳凰の逆。結構曖昧なネガティブなカードなんだよな。なんか延長しちゃうとか、先延ばしになっちゃうとか、モラル、マナーがないとか、難しいな。まあ、ネガティブな感じですよ。よくはないね。さっき国にとっては基地、太陽とは出たけど、太陽はね、この対策とか注意点のところに出たんですよ。だからなんか、難しいな。これとこれの合わせ技でなんか中途半端に終わって結局何が何だかよくわかんないまま終わるかな。なんか日本にとっても、あれ何だったんだろうね、世田谷モデルみたいな。忘れ去られて終わるみたいな。世田谷区だけがポンってこう取り残されて終わる。で、太陽でしょ？結局、なんだろうね。あれ、やらなくてもよかったんじゃないっていうのがわかるとか。大丈夫。私のなんか負のバイアスがかかってない今。そんな感じがしちゃった。太陽な、ポジティブに捉えてっていうのが出てる。中途半端に終わるかもしれない。なんかよくわからないまま中途半端にごちゃごちゃって終わるかもしれないけど、まあ、それもそれでポジティブに捉えようやみたいな感じなんですよ。もう逆とか、世界の逆。中途半端に終わるかな。中途半端に終わるかな。じゃあラスト。次、この保坂区長の再選はあるか。他の世田谷区民どう思ってるんだろう、これ。未就学児がいるお母さん以外は怒ってないのかな、あんまり。4億円使うの。どうなの？はい。区長の再選はありますか？戦車あるんだ。あり得るって。釣り人が出たから、なんか、努力とか我慢。長期的な努力、我慢が必要になる。誰に対して？再選、あるかな？戦車。ということで、ね。ほら、怒りながらも、ちゃんと、ね、私の、なんか、意のままにやってないでしょ。ね。意のままだったら、ここは今日って出すっしゃ。みんな今日だよ。今日だよって出すと思うけど、一応、なんか、基地みたいな。どういう意味の基地か、ね、わかんないけど、総合的に、まあ、やってみなきゃわからなかった。4億円は無駄になったけど、無駄だったねってことが分かったっていう基地かもしれないし、どういう基地かっていうのは、やっぱり終わってみないと分からないかもしれないけれど、基地らしいです。はい。ということで、以上、玉木怒りの占いでした。はい。PCR 検査についてでした。はい、じゃんけんいくよ。玉木じゃんけん。じゃんけん、ぽい。パーなので、初期の人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。